さあ、今日はですね、一冊の本を皆さんに見ていただこうと思ってます。これなんです。おせっかい教育論。これね、私大阪市長をやってた2010年に中之島大学のキックオフイベントとして中央公会堂でやったイベントなんですが、そのイベントがあまりにもおもろかった。これはやってる側の人間からおもろかったというのかもしれませんが、鷲田清和、内田達、釈徹宗、そしてどういうわけか大阪市長の平松邦夫、140B という出版社が企画したイベントだったんですが、あのおせっかい教育論、つまり教育っていうものが今あの大阪の教育、私あの市長経験者として見てて、ようこれで何て言うんですか、公教育、公がすべき教育っていうものの体を成していると多くの人が思ってるのかどうか、その現実っていうものを考えるとなんか空恐ろしくなるんです。教育って私個人の、まあ、自分の経験から言いますと、小学校時代、特に低学年の時はですね、ある意味今でもすぐ顔赤くなるんですけど、ちょっとしたことで、赤面恐怖症まではいかないんですが、これ言うたらな、もし間違ってたら恥ずかしいな、よう手あげんわみたいになってた時代があるんですよ。そんなアホなと思う人いっぱいいると思うんですが、そうなんです。で、そうは言ってもね、やっぱり生まれは、兵庫県尼崎市、尼崎市って中途半端な言うと怒られますけど、だって市外局番06なんですよ。電話、大阪と一緒の市外局番、大阪府下でも06やないとこいっぱいあるのに、大阪市ではない、大阪府でもない兵庫県尼崎市が06なんです。それは神崎川渡ったらすぐ大阪やみたいなとこでいましたから、どっちかというと一ビリ精神といいますか、受け狙い精神もありながら、まあ滑ったら恥ずかしいなということで何もこう発表しない、そんな時代があったんですね。で、ある時小学校5年の時だったと思うんですが、先生に呼び出されて、平松お前な、この問題分かるもん手挙げ言った時手挙げへんやろ。職員室ですよ、放課後。手挙げへんの、なんでか先生知ってんで。なんでやろうな、何やんのやろうな、思いながら聞いてたら、お前な、顔赤なんの恥ずかしいんやろ。大きい声で言うんですわ。もうその瞬間ね、今でもこう自分の中でカーッとこう顔が真っ赤になってる自分と、こうもじもじしてる自分が浮かぶんですが、その先生が、人間ってな、思ってることを人に伝える、人が思ってることを聞くっていう、そのコミュニケーション、その意思のやり取り、思っていることのやり取りっていうものからどんどん大きくなっていくんやでっていうような話をされたように記憶してるんです。で、そっから子供心に、まあどっちか言うたら1ミリも分かるし、でなおかつそんな中でおもろいことも言いたいしみたいな部分が少しずつ芽生えてくるんです。で、芽生えてきたら止めるがないというか、なんて言いますか、どん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 こう面白くなっていく自分っていうのがあって、で、国語の朗読の時間に中学です、ものすごい褒められた。国語好きでしたから、予習もし復習もしてました。で、朗読をした後、先生がシーンとした教室の中で腕組みをして、君な、何か言葉を使う職業に就いたらええんちゃうかな、言い張ったんですね。お、それやったらアナウンサーやろうな、いう、本当に単純なんですが、そんな単純な思考からアナウンサーを目指し、まあ
非常に厳しい倍率ではありましたが、運よくアナウンサーになることができ、でアナウンサー試験でどんな将来アナウンサーになりたいですかって聞かれた時に、ニュースをやってみたいですって言ったのも覚えてます。それがね、入って5年目ですか、1976年でしたかね、71年入社で76年から始まったローカルワイドニュース MBS NOW のキャスターとして、お前週に2日やれっていうふうに言われる。これもね、今考えてみたら、あの小学校の時の先生の言葉がなければ私の人生全く変わっていたかもしれない。なんでこんな話長いことしてるかっていうと、教育っていうのは何がきっかけになるかわからんのです。先生がどの子を見て、その子のボタンのここを押したらこの子ようなるでみたいなものをどう見てくれるか、単に試験がよくできてる、あるいはまあ何て言うんですか、統一テストで A 点取ってるとか、そんなんじゃなくて、この子が人間としてこれから大きくなっていくにつれて、社会にどういった役割を果たす人になるんやろうみたいなものを、別に先生考えてなくてもどっかでボタンを押してくれるかもしれん。これが私、教育の一番醍醐味やと思ってます。さあ、今の大阪の教育ありますか、そういった点が。むしろ全く逆方向、統一テストにしてもそうですね、そのテストの点によって全て選別してしまうみたいな、育てよう、あるいは学びたいっていう気持ちを湧き立たせるような、そんな先生もいらっしゃると思うんですが、いたはっても活躍する場がないみたいな雰囲気になってないでしょうか。それがなってないと堂々と言える方は、ぜひ私にその例を教えていただきたいと思います。